今日の御言葉、使徒の働き2章40節から47節。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ペテロの宣教によって救われた人々は一つのところに集まって互いに助け合い、励まし合いながら生活を共にしていました。私たちも集まることをやめないで、むしろ一つのところに集まって協力し合いながら生活を共にしていきましょう。 All for Jesus!